で、1983年に結成されたオルタナティブロックバンドである。バンドは、ロサンゼルスのフェアファクス高校の同級生である、ボーカルのアンソニー・キーリス、ギタリストのヒレル・スロバク、ベーシストのマイケル、フリー・バルザリー、ドラマーのジャック・アイアンズにより、在学中に結成された。結成当初から、レッド・ホット・チリ・ペッパーズは4人編成で活動を続けており、現在までに、 通算15名の所属メンバーが存在する。EMI とレコーディング契約を結ぶ2週間前、すでに、ヒレルとアイアンズは同時に所属していた、バンド、ホワット・イズ・ディスのメンバーとして、MCA レコードとレコーディング契約を結んでおり、チリペッパーズを脱退していた。キーディスト・フリーは、チリペッパーズを解散せずに、ギタリストのジャック・シャーマンとドラマーのクリフ・マルティネスを、 代わりのメンバーとして迎えて活動することに決め、1984年8月10日に、デビューアルバム、レッド、ホットチリペッパーズを発表した。続いて行われたツアーの期間中、アンソニーとシャーマンの間にあった、音楽性、個人の生き方の相違から生じる緊張状態が、コンサートや他のバンド活動に支障をきたすようになり、シャーマンは解雇され、ホワットイズディス での活動に飽きたスロバクが1985年にチリペッパーズに復帰する。1986年の夏にはマルティネスも他のメンバーとの性格の不一致を理由に解雇され、その頃他に契約もなくなり失職状態だったアイアンズがチリペッパーズに復帰する。しかし、この頃にはアンソニーとヒレルが重度の麻薬中毒状態に陥っており、 このためアンソニーは同じ年にバンドを一時、脱退している。3枚目のアルバム、ジ・アップリフトもフォーパーティプランの、プロモーションツアーを終えて間もない1988年6月25日、ヒレルが、ヘロインの過剰摂取により休止する。これを受けて、アイアンズも、友人が死んだバンドの一部になりたくないと言い残して、バンドを脱退してしまう。 ヒレルノ死とアイアンズの脱退という事態に対処するため、アンソニーとフリーは一時的にパンクバンドデッド・ケネディーズのドラマー DH ・ペリグロと P ・ファンクのギタリストデュアン・マクナイトを起用するが、どちらも目立った活躍がなく、すぐに交代することになる。しかし、DH ・ペリグロはその短い在籍期間に唯一、チリペッパーズに後々まで続く重要な結果をもたらした。 自分の知人であるジョン・フルシアンテが空席となっていたギタリストの座を埋めるオーディションを受けることになったのである。建設的なジャムセッションの後、フルシアンテを新メンバーとして迎え入れることが全員一致で決定された。バンドは何度か公開オーディションを行ったものの、代わりのドラマーを見つけられずにいた。やがて、バンドの友人が自分の知り合いのドラマー、チャド・スミスを紹介する。 スミスは、その友人によれば、朝飯に食うほどの達人であった。スミスとのジャムセッションは成功裏に終わり、アンソニーとフリー、フルシアンテは彼を、新ドラマーとして、チリペッパーズに迎え入れた。ブラッド・シュガー・セックス・マジック発表後のツアーの最中の1992年5月に、フルシアンテは、バンドの新たな成功と自身の薬物中毒による重圧から、 突然バンドを脱退する。カリフォルニアのパンクバンドサークルジャークスのベーシスト、ザンダー・シュロスが代理に起用されるが、バンドの方向性に合わないとの理由で、アンソニーとフリー、スミスは、わずか4日で解雇している。ギタリストのアリックマーシャルが、シュロスの公認となったが、彼らの6枚目のアルバム制作の準備中に、他のメンバーとの間に緊張状態が生じ、1993年、 はじめに解雇されている。公開オーディションの結果、ジェストビアスが新ギタリストとして起用されるも短期間で解雇されている。他のメンバーによれば相性が良くなかったとのことであった。1993年9月5日、バンドはようやくジェーンズ・アディクションのギタリスト、デーブ・ナバラを迎え入れることに決定した。1998年4月、 音楽性の相違からナバロがチリペッパーズを脱退したことが発表された。アンソニーによれば、この脱退はお互い納得の上のものであったという。同じ月、フリーがフルシアンテのもとを訪問し、バンドへの復帰を要請。この申し出に感動し、すでに薬物中毒からも脱していたフルシアンテは、喜んで復帰に同意する。2007年終わりに、 チリペッパーズは一時活動を停止し、主な理由としてアンソニーは消耗しきったことを挙げた。2009年12月、フルシアンテは自身の公式ウェブサイト上でソロ活動に専念するため活動停止期間中にチリペッパーズを脱退したことを発表した。多くの憶測が流れる中、チャドスミスは2010年2月8日、前回のツアーメンバーであったギタリスト、ジョシュクリングホッファーが フルシアンテの公認であることを認めた。2019年12月、ジョシュクリングホファーの脱退とジョンフルシアンテの二度目の復帰がバンド公式インスタグラムより発表された。2020年8月、ジャック・シャーマンが死去。2019年現在、レッドホットチリペッパーズは、ボーカリスト、ベーシスト、ドラマー、ギタリストそれぞれ一名ずつで編成されている。 過去にレッドホットチリペッパーズに在籍したことのあるメンバーはギタリスト8名、ドラマー3名である。レッドホットチリペッパーズはその活動期間中に数多くのミュージシャンをツアーに参加させてきた。そのようなミュージシャンはバンドのライブで演奏するだけでスタジオでの録音作品には関わっていない n b に d h ペリグロの演奏はアルバムには録音されていないがアルバム 母乳に収録された、ストーンコールド・ボッシュ、セクシー・メキシカン・メイドの共作者としてクレジットされている。ツアーミュージシャンのうち、ビッキ・カルフーン、キース・バリー、フィリップ・フィッシャーは母乳に参加しており、カルフーンは、ノック・メダウン、ハイアー・グラウンド、グッド・タイム・ボーイズ、ジョニー、キッカ・ホール・イン・ザ・スカイで、バッキング・ボーカルを、バリーは、サブウェイ・ツー・ビーナスで、テナー・サックスを、 フィッシャーはテイストザ・ペインでドラムスをそれぞれ担当している外説特定箇所。ありがとうございます。